もっち先生と学ぼうよ英文法。第139回助動詞その4。講師はもっち先生こともちだ哲郎。この動画は文法能力開発が制作しお届けします。はい、皆さん、こんにちは。もちだです。 今回は前回に続いて助動詞のお話をしてまいります。まずは英語の述語動詞における助動詞の位置づけの確認。2語以上で述語動詞を作る規則を改めて確認しておきましょう。助動詞原型という規則も,もちろんあります。ここまでやってきましたね。ハブ過去分詞完了形という規則もあります。それから B 現在分詞の進行形もあります。 そして最後に B 過去分子の受動体。この4つの規則があります。で、術語同士の先頭は必ず現在形か過去形になります。この4つの規則を組み合わせる場合は、主語に近い方から1、2、3、4の順番で適用します。これらの規則は1つの述語同士に1回ずつしか適用できません。循環適用はできません。 さあ、助動詞の形を一覧で見ていきましょう。前にもお話をしましたけれども、助動詞に原型ってないんですね。あるのは現在形と過去形だけです。で現在形、will, shall, can, may, must, need, dare がありますで。過去形は will に対して will, shall, should, can, could, may, might。この4語については現在形と過去形が備わっています。must と need と dear には過去形がありません。 そしてオートトゥーとユーストゥーに関しては過去形だけがあります。さあ、過去形のうちで過去が表せるのは太字にしましてウィルクズの一部の用法と、それからユーストゥーだけです。これ以外の助動詞は過去形でも過去を表すことができません。 さあ、また一覧にしました。過去形の用法には、真の過去、控えめな過去、反事実の過去、この三つが助動詞の過去形にはあります。で、真の過去、本当の過去が表せるのは、先ほど申し上げた通りで、ウルとクルとユうフトだけと。で、他の助動詞も含めて、控えめな過去、反事実の過去っていうのが、主な用法ということになります。 さあ、改めて、えー、助動詞は一部の例外を除いて過去形で過去を表すことはできない。繰り返しになりますが、確認ですで。過去形っていうのは、話しての頭の中のことを表します。頭の中で、階層は想像へ、想像は仮想へと展開していきます。目の前にある現実から切り離されたことを表すようになるわけですね。 この心理的な隔たりが対人関係で控えめなことを表したり、反事実の用法として現れてくるわけです。さあ見てまいりましょう。Will you lend me hand please? 手を貸してくれない ?Will you lend me hand please? 手を貸していただけませんかちょっとなんか違いますね。 1>, で1よりも2の方がためらいがあることを示していて、また聞き手に対して一層の敬意を表していると。こういう違いがあります。はい。You may be mistaken. これは間違っているんじゃありませんか ?You may be mistaken. あなたが間違えている可能性がないわけではないですよね。と。 こんな違いがありますが、3より4の方が可能性が低いと考えることもできるんですが、可能性が同じと考えたとしても、4の方が発言の態度としては、より遠慮がちになっていると。そういうふうに考えることができるわけです。これが控えめっていうことですね。さあ、次に助動詞過去分子について見ていきましょう。 で、助動詞原型と助動詞ハブ過去分子の違いを見ていきます。えー、現在または未来を表すときは助動詞プラス原型で規則1番だけを適用します。一方、過去または完了を表す場合は助動詞ハブ過去分子ということで規則が1番プラス2番の形で適用されます。命令文でわかる通り、原型というのは現在,、えー、現在かそれ以降のことを表します。 過去分詞は完了を表しますから、助動詞ハブの時点よりも前のことを表すことができます。1の後には原型しか来ませんよね、助動詞原型です。ですから過去形とか国分詞は来ないわけです。ですから意味的に過去形に対応しても完了形に対応しても、実際の形は構造規則としては1プラス2となるわけです。 さあ、えー、might の後にリズを組み合わせても、助動詞原型の規則ですから、might have done しかならないと。助動詞の後に have done 現在管理をつけようと思っても、これ見た目同じですが、might have done、have になります。ですから、h a ダ done という現在管理をつなげようと思っても、原型しかつなげられませんから、might have done にしかならないと。いうことですね。 さらに、マイトの後に過去管理をつなげようと思っても、助動詞原型の規則を適用しないといけませんから、マイトハブダンになるわけです。未来管理をつけようと思っても、ウィルには原型がありませんから、やはりこれもマイトハブダンにしかならないということになります。 さあ、過去にやったこと、あるいはやらなかったことに対する反省、非難を表す用法を見ていきます。で、これは、おう、え、しゅる、おト,トゥと、にいどにのみある用法です。いずれも一番の用法ですね。義務とか可能とか、そういう用法で用いられます。で、you should have soted his meat. He l e f well done. 彼の肉をソテーしておくべきだった。よく焼いたのが好きだから。 You needed to have come all the way f r 遠くからハーバー来る必要はなかったのに、このような例がございます。現在から過去に対する推量の用法を見ていきましょう。こちらは will, would, should, can, could, may, might, must, ought to, に見られる用法です。いずれも二番の用法推量系の用法で用いられます。 The phone rang, but I didn't hear it.I must have been asleep. 電話が鳴ったが聞こえなかった。寝ていたに違いない。He can't have missed his way.He's been here several times. 彼が道に迷ったはずがない。何度も来ているのだ,いるのいるのだから。There were at least 100 people at the gate.They may have been more. 門前には少なくとも100人の人がいた。 もっといたかもしれない。こんな例があります。さあ、そうすると、これまで見てきたことをまとめていきますけれども、過去に対する推量といってもですよね。実際は過去ばかりではないわけですね。例えば、メイと C リーブズナイン。これ絡ませると、リーブズ現在形ですが、助動詞原形なので出てくる形は C メイリーブズナインですね。 それから、メイに、シーウィル・リーブ・トモロー。明日出発するだろうと。これを絡ませると、i l ル原形ありませんから、メイ・リーブだけになりますね。シー e イ・ o m o r r o w で、シーの後に、えー、she has l レフトですね。これにメを絡ませると、やはり、えー、she may h メイ・ハブ・レフトです。助動詞原形ですから、こうなります。現在形じゃないからね、と。で、h e left レフ s t ラスナイト。これを絡ませると、 自動詞プラス過去形はできませんから、C may have left last night. とで、未来ですね。C will have left by 9と絡ませると、will 原形ありませんから、やはりこれも C may have left by 9ですね。で、そうすると、助動詞原形と助動詞 have 過去分詞この二つの使い分けになるわけですが、じゃあどう識別していけばいいのかってことですよね。 で、これは実はこうなります。複式です。at nine とか、tomorrow とか、last night by nine とか。こういう語句によって、過去なのか、完了なのか、現在なのか、未来なのかを使い分けてあ、あの、見分けていくわけです。ということで、今回はここまで。次回は、will will のお話をします。もっち先生と学ぼうよ英文法。 第139回女同士その4おしまいです。次回お楽しみに。